今正面の岩からの右、すぐ右ぐらいに入れるとこない？肩のぐらいしかもうないです。入れたい。どうしたら、骨玉からな。シャワークライミングやわ。寒いわ。あの浸かる水と打たれる水はちゃうからだ。ちょっと安定したところまで。このまま行ってみようか。こんな絵道あるやんか。ものすごい絵道やで。めっちゃええやん。なんでこりゃ。ほら。もうロープしまおう。みんな滝登りたいから。そういうことやな。うん、わざわざ出して登るんや。これやん、10m。 前だったね。ああ、ほんまや、登れるわ。ああ、やけど、なんか最後の出口がある。そう、ロープの
これラインとしてはそこまで登って、渡って、こっち入って、で、滝裏入って、多分あれ直行は無理だと思うんで、こっちと渡って、あっち入って、滝裏入って斜めに上がってきて、最後やねんな。やるとしたら。いやー、最後あれ難しそうやな。ちょっと最初薄かぶりっぽくかぶってるように見えるな。巻くのはこれでずっと巻けるな。ちょっと厄介だよ。ちょっとなんかあったんですよね。あれ上はなんかでもほんまやらしてるな。多分その滝裏を通っていくのまでは全然多分、寒い状態がカッパ来て行けば多分絶対行けるよ、あそこまで。あの上は、まあ、行ってみたらそうでもないんかもわからないな。登れるって書いてるってことだね。もう真っ赤寒いし、もう寒いの言い訳に。もうええわ隊長。無理しない無理しない。52歳は無理しない。そうそう、僕らあれやからね、滝を楽しみなくて自然を楽しみに来てるからね。そっからも見えへん。こんなんクライミングシューズやったらなんちゅうことないんだよ。それでまあそれでも手がないから怖いね。その辺をこう、もう多分、まあちょっと僕行くけど、はい、多分この辺は多分フリクションは抜群に行くと思うね。パンパンと置いていったら、はい、いや、ここでちょっと待っててくれる？はい。でもこのクラック使うて行ってる方がええやろな。池田さん嫌かな。いいよ、雨でロープ流す。そうしようか。僕はこっちの方が多分登りやすいもんね。こっちの方がだが今おる方が変にやらしいね。このコケついてる方が、あ、そんなことないやろ。ここあれやわ、水入ったらぬめりゴケみたいなのおるわ。いいじゃん、大丈夫。いけるよ。そやな、上からロープ下ろそうか。サーグスが嫌いな人はちょっとしんどいかもからん。上から垂らすわロープ。ここやらしいわ。クラックや、クラック。まあまああるんやな、なあ、不動の1ピッチぐらいあるな。あるある。
結構な高さやね。登ってみると。なんかトップから回った方がちょっと疲れるだけで登りやすいんちゃう？分からへん。そう、深い？深いないやろ、腰ぐらいまでちゃう？それかそこまで乗ってそいつに。ここまで行ってみて、うん、ちょっと見て乾いた方行くんか、うん、まああっこまではどっちにしても行っても、ね、うん、いいかもからん。巻き言うたら多分そこからこれになると思う、このルンゼ。あの辺なんか近くまで行ったら行けそうな雰囲気はあんねんけどな、うん、ここそこのルンゼ巻かんでも、うん、いや滝というか滝の横ね。うん。あの間とかで。あれ。うん。ああ。これはいける。うん。からちょっとこれぐらいの中ぐらいの先が結構続くよね。石が大きいから。そうやね。うん、抜けるの大変かもな。おお、ごっつい直走やなこれ。ものすごいの挟まってるで。わあでもこれ綺麗、ここ絵が綺麗わ。ほら。ねえ、すごい。なんか四角い直筒が挟まって、あ、僕やったらあれをもう行きたいね。だがあれが登れるはこっち側から右の方から回り込んで、うん、か左、右じゃないけど左が行けたら左から、ああ右から回り込むのはちょっと怖いな。それかもうこれかやね。これも微妙にやらしいように気するよな。そう、クラックのこうなんていうのこう斜めになってるやつやらしいやんか、バランスがね。
でも普通で考えたらこれやわな。向こうよりは、向こうはカブがちょっとしんどいかもね。上上がってしまえば多分そうでもないんだけど、これ行くか。ほんで、その石の奥、ぐっと出てますよ。奥の方を取られへん？奥まで抜けてたんだ。もう一個上上がって、うん、足置いたからね、これ。待ってな。待てよ、待てよ。出れへんの？これね。うん。あんまり引っ張った？うん。いける？そうだね。で、足を、それにも、乗せてしもうて。はい。ちょっと待って。動かれへんやろ。私いける、いける、もう大丈夫、耐えれる。あ、これ、ここ、これな。うん、まあ、基本竿は小さかったら損やで。そうやな。ああ、あのボルダーそうやな、ボルダーチックなとこが多いな。だからそうそうそう。だからその奥どない言われたって、それで届かへんねん。いや、このまま行ったら越せるんちゃうか。近場まで行った方がいいかもかな。近場まで行った方がいい。いいやん、いいやん、これ。ほらほら。その上にも岩やで。ずーっとここのずーっと岩。あのトラバス、なんか岩の上に草が乗ってるだけみたいな感じに見えてる。そこちょっと行ってみよう。意外と聞くからぐっと乗り込んだら、きれいな。多分フリクション良かったら、こう足をつかみながらやったら、そのちょっと、なんていうかな、こういうのあるやんか、こういうの結構焦げついてるから、ちょっと黒いところはとか、その、うん、石の地肌見えてるところはフリクション効くと思うよ。うん、多分、こう、足があるから、一個ずつ。あの、水の方行ってる方が滑らへんかもから。流れがちょっとある方の方がこけしにくいから。
そっちを行くか、多分その手足はあると思うねんね。回るか。回るやったらそこからが草月。それかもうこっちを回るか。え？そこまで上がったら大丈夫せ。2段になってる。おお、右岸の巻き取りやね、こっちやね。あの滝のそばまでも近づかれへんわ、このままやったら。もうその手前の滝が越えられへんもん。だからそのそっからちょっと急やけど、それで巻き上がってまんさないね。ああ、まあでもここまで来てそこを上がった巻くか。上がれるよこっち。うん、ここのルンデちょっと悪そう。あのぬるぬるっぽいから、これから終わりだったら、あれを、滝上ギリギリぐらいで、
トラバスできたよね、ずっと。苔泥みたいなのがめっちゃついた。これ。うまいな。そこがなんか怖いな。いやですな。だったらこれを上がっていって。あの木のあたり。うん、あの折れてる木の下か上ぐらいを通って、あれをずっと横に行けそうやねんけどな、あれ。今気配はあるな。うん、そこが一番いいかもかね。もうちょっと上上がってから行った方が早いな、もう。ああ、そうやな。うん。ここあかんわ。やらしいな。うん。どうすべきだ、もうあの線、何倍だっけ、これでも、うん、これ多分ね、思ってるけど、もうあと100やから出るか、もう出ると思うねんけどな、1210やから、そこで切り上げるか、最後まで抜けてまうか。多分もう出とかのおかしいけど、もう出てくる声あると思うよな。今で1150ぐらいちゃうなあ。だからあと50ぐらい上げたら、トパンとか出てくるよね。だから多分、あの辺の上、今見えてる滝の上ぐらい上がってきたらもう見えてくるんちゃうかな。この辺ぬるぬるやわ。今すごい綺麗わ、光に当たって。あの不動の懸垂するより楽。ほんまない、ほんまほんまやってほんまやって。はい、行ってらっしゃい。行きます。滝見物。おー、すごい。そこまで行くか。天気がええからキラキラしてるやろなあ。天気がええからキラキラしてるやろ。これこの下の滝はやけど、上はちょっと、ああ上上がって負けるんかな。ああ、ここから上がれるんかな。上がってみようか。でもしあかんかったらどっかその辺から取りつくか。
最悪かかったらもうここまで懸垂で降りるかやね。あ、そこまで上がってみる。多分行けると思うよな。これ埋めてなかったらええのな。だからこの辺の方が埋めてるのに、この流れの緩いとこ僕もあんまり好きじゃないの。この辺だからフリクション、この辺めちゃめちゃいいもんね。あ、すごいもうこの辺。問題はこっから上やな。これや。ああ、これやな。冷たいけど。おぉ、いや、変わってきた。うわぁ、めちゃくちゃ冷たいで。もうそっから冷たいけどもう我慢。それとかもうその辺ガバガバ、もう右もそれもガバ。あ、寒い。まあ多分上流域来てるからめっちゃ冷たいですが。うわあ、靴の中でも冷たいわ。ずっとおったら、うん。あ、これも下から見たら、もっと高いと思ったけど。そうでもないけどな。まあ、細かく、あるしかあるけど。どうしたの、爽やみたいになってね。俺こっち見てんのに。だけど、これ、あの辺やね。うん、やらしいな、多分。うん、あの段のところのノックシーに行くのに、うん、やりなしあるか。なんかな、そう、細かくあるのもあるな。冷たいな。そう。今の経験したら、突っ込む気になった。ならんよな。うん。うわぁ。こっからの景色最高やな。これ何これ、綺麗なこれ。これから巻くんかな、ぽいね。よし、じゃあ1210そこ終了。さあ下山しましょう。ありがとうございました。これ上がっていくわ。これなんかあの赤テープあったんです。多分あれ、うん、あの橋から持ってこっちへ、
だから多分あれはあのあれちゃう、あのそのただ立った人が3時間半って感じだけど、着いた到着、あ、3時ちょうど、おー素晴らしい、3時ちょうど、はい、あー楽しゅうございました、ありがとうございます。あ、すごい天気だなあ、よかったよかった、ちょっと雨だけ心配したけどな、よかった、よし。